それであれか、この前の、会社に置いてあったトラックはみんなこの、そのパターンなんだ。そう。うん。じゃあ、その前に、うん。きちっとやっちゃおうと。うん。で、今までは、その、あれでも少年、ね、この、なんていうの、下地、うん、金属の剥き出し、うん、これはやってなかったの？やってなかった。これは。うん。だって、安倍さん、だって他にねえからさ。うん。で、今まではこの、このとこやってなかったわけだ。なんかごまかした。うん、それで塗装かけてただけなんだ。そう、パテを塗るとか。うん。ね。まあパテには血が出るっていう考え方だけど、うん、でもほら、錆を止めるっていうさ、うん、完璧。うん。まあ、あくまでタンクが対象なんか。だってここのところはさ、ここのところはあのこのはしごの根元、うん、穴が開いてたところは、うん、何にもしてなかったじゃん。高橋君、うん、ここはさ、うん、この下地こすってるじゃん、うん、ここのとこは、うん、でここはさ何にもしてないじゃん、うん、なんかパテでさごまかしちゃうさ。誰が、バンキアが今までの車の話はそうだな。そうだよ、そうだ、ここは何にもしてなかったこってことは、うん、対策が思いつかなかったってこと。ここにやっといていいっていうことでさ、合意が取れてればさ、あ、そうだよ、あのこすってたじゃん、うん、でも穴が開いてるとこはさ、うん、あの手つけなかったじゃん、うん、ついてないじゃん。カビをうちで止めるっていうのを俺あの教えてるからさ、うん、ただこそこでここんちでやるまで至ってないだけでさ、うん、なるほど、うん、でそのうち、あ、高橋の主張がこんなことやってたなと、うん、でお客さんから話が来た時に、うん、気がつくかもしれないし、うん、なるほど、うん、気がつかないよな、この下地処理の、あのやり方、あの違ったらね、こっちの方が重症なわけだもんね、本当はね。でもこれは塗装の範囲中からはガラッと外れるわけだ、これはね、塗装の、あの分野の仕事じゃないんだ、うん、穴まで開くと。それであれか、この前の、会社に置いてあったトラックはみんなこのそのパターンなんだ。そう、うん、じゃあその前に、うん、きちっとやっちゃおうと、うん、で今まではそのあれでも少年、ね、このなんていうの、下地、うん、金属の剥き出し、これはやってなかったの？やってなかった。これは、うん、だって安倍さんだって他にねえからさ、うん、で今まではこのこのとこやってなかったわけだ。なんかごまかした、うん、それで塗装かけてただけなんだ。そう、パテを塗るとか、うん、ね、うん、まあパテには血が出るっていう考え方だけど、うん、でもほら錆を止めるっていうさ、うん、完璧、うん、まあ、あくまでタンクが対象なんか。だってここのところはさ、ここのところはあのこのはしごの根元、うん、穴が開いてたところは、うん、何にもしてなかったじゃん、高橋君、うん、ちょっと待って、何、ここはさ、この下地こすってるじゃん、うん、ここのとこは、うん、で、ここはさ、何にもしてないじゃん、うん、なんかパテでさ、ごまかしちゃうさ。誰が、バンキアが今までの車の話はそうだな。そうだよ、そうだ、ここは何にもしてなかったってことは、うん、対策が思いつかなかったってこと。ここにやっといていいっていうことでさ、合意が取れてればさ、あ、そうだよ、あの、こすってたじゃん、うん、でも穴が開いてるとこはさ、うん、あの手つけなかったじゃん、うん、ついてないじゃん。カビをうちで止めるっていうのを俺あの教えてるからさ、うん、ただこそこでここんちでやるまで至ってないだけでさ、なるほど、うん、でそのうち、あ、高橋の主張がこんなことやってたなと、うん、でお客さんから話が来た時に、うん、気がつくかもしれないし、うん、なるほど、うん、気がつかないよな、この下地処理の、あのやり方、あの違ったらね、うん、こっちの方が重症なわけだもんね、本当はね。でもこれは塗装の範囲中からはガラッと外れるわけだ、これはね、塗装の、あの分野の仕事じゃないんだ、うん、穴まで開くと。それであれか、この前の、会社に置いてあったトラックはみんなこのそのパターンなんだ。そう、うん、じゃあその前に、うん、きちっとやっちゃおうと、うん、で今まではその
あれでも少年、ね、このなんていうの下地、うん、金属のむき出し、うん、これはやってなかったの？やってなかったよ。これは、うん、だって安倍さんだって他にねえからさ。うん。で今まではこのとこやってなかったわけだ。なんかごまかした。うん。それで塗装かけてただけなんだ。そう。パテを塗るとか。うん。ね。うん。まあパテには違うねっていう感覚だけど、うん、でもほら錆を止めるっていうさ。うん。完璧。うん。まあ、あくまでタンクが対象なんか。だってここのところはさ、ここのところはあのこのはしごの根元、うん、穴が開いてたところは何にもしてなかったじゃん、高橋君、うん、ここはさ、うん、この下地こすってるじゃん、うん、ここのところは、うん、でここはさ何にもしてないじゃん、うん、なんかパテでさごまかしちゃうさ。誰が、バンキアが今までの車の車はそうだな。そうだよ、そうだ、ここは何もしてなかったってことは、対策が思いつかなかったってこと、うん、ここにやっといていいっていうことでさ、合意が取れてればさ、あの、擦ってたじゃん、うん、でも穴が開いてるとこはさ、うん、あの手つけなかったじゃん、うん、ついてないじゃん。サビをうちで止めるっていうのを俺あの教えてるからさ、うん、ただそこでここんちでやるまで至ってないだけでさ、うん、なるほど、うん、で、そのうち、あ、高橋の主張がこんなことやってたなと、うん、でお客さんから話が来た時に、うん、気がつくかもしれないし、なるほど、うん、気がつかないよな、この下地処理 あのやり方あの違ったらね、うん、こっちのが重症なわけだもんね本当はね。でもこれは塗装の範囲中からはガラッと外れるわけだこれはね、うん、塗装のあの分野の仕事じゃないんだ、うん、穴まで開くと、うん、それであれか、この前の、会社に置いてあったトラックはみんなこのそのパターンなんだ。そう、うん、じゃあその前に、うん、きちっとやっちゃおうと、うん、で今まではそのあれでも少年、ね、このなんていうの下地、うん、金属のむき出し、うん、これはやってなかったの？やってなかったよこれは、うん、安倍さんだって他にねえからさ、うん、で今まではこのとこやってなかったわけだ。なんかごまかした、うん、それで塗装かけてただけなんだ。そう、パテを塗るとか、うん、ね、うん、まあ、パテには違うねっていう感覚だけど、うん、でもほら錆を止めるっていうさ、うん、完璧、うん、まあ、あくまでタンクが対象なんか。だってここのところはさ、ここのとこはあのこのはしごの根元、穴が開いてたところは何にもしてなかったじゃん、高橋君、うん、ここはさ、うん、この下地こすってるじゃん、うん、ここのとこは、うん、でここはさ何にもしてないじゃん、うん、なんかパテでさごまかしちゃうさ。誰が、バンキアが今までの車の車はそうだな。そうだよ、そうだ、ここは何にもしてなかったってことは、うん、対策が思いつかなかったってこと、ここにやっといていいっていうことでさ、合意が取れてればさ、あの、擦ってたじゃん、うん、でも穴が開いてるとこはさ、うん、あの手つけなかったじゃん、うん、ついてないじゃん。サビをうちで止めるっていうのを俺あの教えてるからさ、うん、ただそこでここんちでやるまで至ってないだけでさ、うん、なるほど、うん、でそのうち、あ、高橋の主張がこんなことやってたなと、うん、でお客さんから話が来た時に、うんうん、気がつくかもしれないし、なるほど、気がつかないよな、この下地処理 あのやり方あの違ったらね、うん、こっちのが重症なわけだもんね本当はね。でもこれは塗装の範囲中からはガラッと外れるわけだこれはね、うん、塗装 あの分野の仕事じゃないんだ、うん、穴まで開くと、うん、それであれか、この前の、会社に置いてあったトラックはみんなこのそのパターンなんだ。そう、うん、じゃあその前に、うん、きちっとやっちゃおうと、うん、で今まではそのあれでも少年、ね、このなんていうの下地、うん、金属のむき出し、うん、これはやってなかったの？やってなかったよこれは、うん、だって安倍さんだって他にねえからさ、うん、で今まではこのとこやってなかったわけだ。なんかごまかした、うん、それで塗装かけてただけなんだ。そう、
パテを塗るとか、うん、ね、うん、まあ、パテには血金っていう髪型だけど、うん、でもほら錆を止めるっていうさ、うん、完璧、うん、まあ、あくまでタンクが対象なんか。だってここのところはさ、ここのところはあのこのはしごの根元、うん、穴が開いてたところは何にもしてなかったじゃん、高橋君。ここはさ、この下地こすってるじゃん、うん、ここのとこは、うん、でここはさ何にもしてないじゃん、うん、なんかパテでさごまかしちゃうさ。誰が、バンキアが今までの車の話はみんなそうだな。そうだよ、そうだ、ここは何にもしてなかったってことは、うん、対策が思いつかなかったってこと。ここにやっといていいっていうことでさ、合意が取れてればさ、あ、そうだよ、あの擦ってたじゃん、うん、でも穴が開いてるとこはさ、うん、あの手つけなかったじゃん、うん、ついてないじゃん。錆をうちで止めるっていうのを俺あの教えてるからさ、うん、ただこそこでここんちでやるまで至ってないだけでさ、うん、なるほど、うん、でそのうち、あ、高橋の主張がこんなことやってたなと、うん、でお客さんから話が来た時に、うん、気がつくかもしれないし、うん、なるほど、気がつかないよな、この下地処理の、 あのやり方、あの違ったらね、こっちのが重症なわけだもんね本当はね。でもこれは塗装の範囲中からはガラッと外れるわけだ、これはね塗装 の、 あの分野の仕事じゃないんだ、うん、穴まで開くと。それであれか、この前の、会社に置いてあったトラックはみんなこのそのパターンなんだ。そう、うん、じゃあその前に、うん、きちっとやっちゃおうと、うん、で今まではそのあれでも少年、ね、このなんていうの、下地、うん、金属のむき出し、これはやってなかったの。やってなかったよこれは、うん、だって安倍さんだって他にねえからさ、うん、で今まではこのこのとこやってなかったわけだ。なんかごまかした、うん、それで塗装かけてただけなんだ。パテを塗るとか、うん、ね、うん、まあ、パテには血がねっていう髪型だけど、うん、でもほら錆を止めるっていうさ、うん、完璧、うん、まあ、あくまでタンクが対象なんか。だってここのところはさ、ここのところはあのこのはしごの根元、うん、穴が開いてたところは、うん、何にもしてなかったじゃん、高橋君、うん、ちょっと待って、何、ここはさ、この下地こすってるじゃん、うん、ここのとこは、うん、で、ここはさ、何にもしてないじゃん、うん、なんかパテでさ、ごまかしちゃうさ。誰が、バンキアが今までの車の話はみんなそうだな。そうだよ、そうだ、ここは何にもしてなかったってことは、うん、対策が思いつかなかったってこと。ここにやっといていいっていうことでさ、合意が取れてればさ、あ、そうだよ、あの、こすってたじゃん、うん、でも穴が開いてるとこはさ、うん、あの手つけなかったじゃん、うん、ついてないじゃん。錆をうちで止めるっていうのを俺あの教えてるからさ、うん、ただこそこでここんちでやるまで至ってないだけでさ、うん、なるほど、うん、でそのうち、あ、高橋の主張がこんなことやってたなと、うん、でお客さんから話が来た時に、うん、気がつくかもしれないし、うん、なるほど、うん、気がつかないよな、この下地処理の、あのやり方、あの違ったらね、こっちのが重症なわけだもんね本当はね。でもこれは塗装の範囲中からはガラッと外れるわけだ、これはね塗装 の、 あの分野の仕事じゃないんだ、うん、穴まで開くと。それであれか、この前の、会社に置いてあったトラックはみんなこのそのパターンなんだ。そう、うん、その前に、うん、きちっとやっちゃおうと、うん、で今まではそのあれでも少年、ね、このなんていうの、下地、うん、金属のむき出し、うん、これはやってなかったの。やってなかったよこれは、うん、だって安倍さんだって他にねえからさ、うん、で今まではこのこのとこやってなかったわけだ。なんかごまかした、うん、それで塗装かけてただけなんだ。そう、パテを塗るとか、うん、ね、うん、まあ、パテには血がねっていう髪型だけど、うん、でもほら錆を止めるっていうさ、うん、完璧、うん、まあ、あくまでタンクが対象なんか。だってここのところはさ、ここのところは
あのこのはしごの根元、うん、穴が開いてたところは、うん、何にもしてなかったじゃん高橋君、うん、ここはさ、うん、この下地こすってるじゃん、うん、ここのとこは、うん、でここはさ何にもしてないじゃん、うん、なんかパテでさごまかしちゃうさ誰が番犬が今までの車の車はそうだなそうだよここは何にもしてなかったってことは、うん、対策が思いつかなかったってことここにやっといていいっていうことでさ合意が取れてればさあの擦ってたじゃん、うん、でも穴が開いてるとこはさ、うん、あの手つけなかったじゃん、うん、ついてないじゃんカビをうちで止めるっていうのを俺あの教えてるからさ、うん、ただこそこでここんちでやるまで至ってないだけでさ、うん、なるほど、うん、でそのうちあ高橋の主張がこんなことやってたなと、うん、でお客さんから話が来た時に、うん、気がつくかもしれないし、うん、なるほど気がつかないよなこの下地処理 の, あのやり方あの違ったらね、うん、こっちの方が重症なわけだもんね本当はねでもこれは塗装の範囲中からはガラッと外れるわけだこれはね、うん、塗装 の, あの分野の仕事じゃないんだ、うんうん、穴まで開くと、うん、それであれかこの前 の, あの会社に置いてあってたトラックはみんなこのそのパターンなんだ。そう。うん。じゃあその前に、うん、きちんとやっちゃおうと。うん。で今まではそのあれでも少年、ね、このなんていうの下地、うん、金属のむき出し、うん、これはやってなかったの？やってなかった。これは。うん。だって安倍さんだって他にねえからさ。うん。で今まではこのとこやってなかったわけだ。なんかごまかした。うん。それで塗装かけてただけなんだ。そう。パテを塗るとか、うん、ね、うん、まあパテには血がねっていう感覚だけど、うん、でもほら、錆を止めるっていうさ、うん、完璧、うん、まああくまでタンクが対象なんか、だってここのところはさ、ここのところはあのこのはしごの根元、うん、穴が開いてたところは、うん、何にもしてなかったじゃん、高橋君。うん、ちょっと待って、何？ここはさ、うん、この下地こすってるじゃん、うん、ここのとこは、うん、でここはさ何にもしてないじゃん、うん、なんかパテでさごまかしちゃうさ誰が番犬が今までの車の車はそうだなそうだよそうだ、ね、ここは何にもしてなかったってことは、うん、対策が思いつかなかったってことここにやっといていいっていうことでさ合意が取れてればさあのこすってたじゃん、うん、でも穴が開いてるとこはさうん、あの手つけなかったじゃん、うん、ついてないじゃん錆をうちで止めるっていうのを俺あの教えてるからさ、うん、ただこそこでここんちでやるまで至ってないだけでさなるほど、うん、でそのうちあ高橋の主張がこんなことやってたなと、うん、でお客さんから話が来た時に、うん、気がつくかもしれないし、うん、なるほど、うん、気がつかないよなこの下地処理 の, あのやり方あの違ったらね、うん、こっちの方が重症なわけだもんね本当はねでもこれは塗装の範囲中からはガラッと外れるわけだこれはね、うん、塗装 の, あの分野の仕事じゃないんだ、うんうん、穴まで開くと、うん、それであれかこの前 の, 会社に置いてあってたトラックはみんなこのそのパターンなんだ。そう。うん。じゃあその前に、うん、きちんとやっちゃおうと。うん。で今まではそのあれでも少年、ね、このなんていうの下地、うん、金属のむき出し、うん、これはやってなかったの？やってなかった。これは。うん。だって安倍さんだって他にねえからさ。うん。で今まではこのとこやってなかったわけだ。なんかごまかした。うん。それで塗装かけてただけなんだ。そう。パテを塗るとか、うん、ね、うん、まあパテには血がねっていう感覚だけど、うん、でもほら錆を止めるっていうさ、うん、完璧、うん、まああくまでタンクが対象なんか、だってここのところはさ、ここのところはあのこのはしごの根元、うん、穴が開いてたところは、うん、何にもしてなかったじゃん、高橋君、うん、ちょっと待って、何？ここはさ、この下地こすってるじゃん、うん、ここのとこは、うん、で、ここはさ、何にもしてないじゃん、うん、なんかパテでさ、
ごまかしちゃうさ。誰が？バンキアが今までの国民の話はそうだな。そうだよ。ここは何もしてなかったってことは、うん、対策が思いつかなかったってこと？ここにやっといていいっていうことでさ、合意が取れてればさ、あの、こすってたじゃん、うん、でも穴が開いてるとこはさ、うん、あの、手つけなかったじゃん、うん、ついてないじゃん。鍵をうちで止めるっていうのを俺あの教えてるからさ、うん、ただこそこでここんちでやるまで至ってないだけでさ、うん、なるほど、うん、で、そのうち、あ、高橋の主張がこんなことやってたなと、うん、で、お客さんから話が来た時に、うん、気がつくかもしれないし、なるほど、気がつかないよな、この下地処理 の、 あのやり方、あの違ったらね、うん、こっちのが重症なわけだもんね、本当はね。でもこれは塗装の範囲中からはガラッと外れるわけだ、これはね、塗装 の、 あの分野の仕事じゃないんだ、うん、穴まで開くと。それであれか、この前の、会社に置いてあったトラックはみんなこのそのパターンなんだ。そう、うん、じゃあその前に、うん、きちっとやっちゃおうと、うん、で今まではそのあれでも少年、ね、このなんていうの、下地、うん、金属のむき出し、これはやってなかったの？やってなかったよこれは、うん、だって安倍さんだって他にねえからさ、うん、で今まではこのこのとこやってなかったわけだ。なんかごまかした、うん、それで塗装かけてただけなんだ。そう、パテを塗るとか、うん、ね、うーん、まあ、パテには血がねっていう考え方だけど、うん、でもほら、錆を止めるっていうさ、うん、完璧、うん、まあ、あくまでタンクが対象なんか。だってここのところはさ、ここのところはあのこのはしごの根元、うん、穴が開いてたところは何にもしてなかったじゃん、高橋君、うん、ちょっと待って、何？ここはさ、この下地こすってるじゃん、うん、ここのとこは、うん、で、ここはさ、何にもしてないじゃん、うん、なんかパテでさ、ごまかしちゃうさ。誰が？バンキアが今までの国民の話はそうだな。そうだよ、そうだ、ここは何にもしてなかったってことは、うん、対策が思いつかなかったってこと？ここにやっといていいっていうことでさ、合意が取れてればさ、あ、そうだよ、あの、こすってたじゃん、うん、でも穴が開いてるとこはさ、うん、あの、手つけなかったじゃん、うん、ついてないじゃん。鍵をうちで止めるっていうのを俺あの教えてるからさ、うん、ただこそこでここんちでやるまで至ってないだけでさ、うん、なるほど、うん、で、そのうち、あ、高橋の主張がこんなことやってたなと、うん、で、お客さんから話が来た時に、うん、気がつくかもしれないし、なるほど、うん、気がつかないよな、この下地処理 の、 あのやり方、あの違ったらね、うん、こっちのが重症なわけだもんね、本当はね。でもこれは塗装の範囲中からはガラッと外れるわけだ、これはね、うん、塗装 の、 あの分野の仕事じゃないんだ、うん、穴まで開くと、うん、それであれか、この前の、会社に置いてあったトラックはみんなこのそのパターンなんだ。そう、うん、その前に、うん、きちっとやっちゃおうと、うん、で今まではそのあれでも少年、ね、このなんていうの、下地、うん、金属のむき出し、これはやってなかったの？やってなかったよこれは、うん、だって安倍さんだって他にねえからさ、うん、で今まではこのこのとこやってなかったわけだ。なんかごまかした、うん、それで塗装かけてただけなんだ。そう、パテを塗るとか、うん、ね、うん、まあ、パテには血がねっていう考え方だけど、うん、でもほら、錆を止めるっていうさ、うん、完璧、うん、まあ、あくまでタンクが対象なんか。だってここのところはさ、ここのところはあのこのはしごの根元、うん、穴が開いてたところは何にもしてなかったじゃん、高橋君、うん、ちょっと待って、何？ここはさ、この下地こすってるじゃん、うん、ここのところは、うん、で、ここはさ、何にもしてないじゃん、うん、なんかパテでさ、ごまかしちゃうさ。誰が？バンキアが今までの国民の話はみんなそうだな。そうだよ、そうだ、ここは何にもしてなかったってことは、うん、対策が思いつかなかったってこと？ここにやっといていいっていうことでさ、合意が取れてればさ、あ、そうだよ、
あの擦ってたじゃん、うん、でも穴が開いてるとこはさ、うん、あの手つけなかったじゃん、うん、ついてないじゃん。カビをうちで止めるっていうのを俺あの教えてるからさ、うん、ただこそこでここんちでやるまで至ってないだけでさ、うん、なるほど、うん、でそのうち、あ、高橋の師匠がこんなことやってたなと、うん、でお客さんから話が来た時に、うん、気がつくかもしれないし、うん、なるほど、気がつかないよな、この下地処理 の、 あのやり方あの違ったらね、こっちのが重症なわけだもんね本当はね。でもこれは塗装の範囲中からはガラッと外れるわけだ、これはね塗装 の、 あの分野の仕事じゃないんだ、うん、穴まで開くと。それであれか、この前 の、 あの会社に置いてあったトラックはみんなこのそのパターンなんだ。そう、うん、じゃあその前に、うん、きちっとやっちゃおうと、うん、で今まではそのあれでも少年、ね、このなんていうの下地、うん、金属のむき出し、うん、これはやってなかったの。やってなかった、これは、うん、だって安倍さんだって他にねえからさ、うん、で今まではこのこのとこやってなかったわけだ。なんかごまかした、うん、それで塗装かけてただけなんだ。そう、パテを塗るとか、うん、ね、うん、まあ、パテには違うねっていう感覚だけど、うん、でもほら、錆を止めるっていうさ、うん、完璧、うん、まあ、あくまでタンクが対象なんか。だってここのところはさ、ここのところはあのこのはしごの根元、うん、穴が開いてたところは、うん、何にもしてなかったじゃん高橋君、うん、ちょっと待って、何ここはさ、この下地こすってるじゃん、うん、ここのとこは、うん、で、ここはさ、何にもしてないじゃん、うん、なんかパテでさ、ごまかしちゃうさ。誰が、ね、バンキアが今までの車の話はそうだな。そうだよ、そうだ、ね、ここは何にもしてなかったってことは、うん、対策が思いつかなかったってこと。ここにやっといていいっていうことでさ、合意が取れてればさ、あ、そうだよ、あの、こすってたじゃん、うん、でも穴が開いてるとこはさ、うん、あの手つけなかったじゃん、うん、ついてないじゃん。カビをうちで止めるっていうのを俺あの教えてるからさ、うん、ただこそこでここんちでやるまで至ってないだけでさ、うん、なるほど、うん、でそのうち、あ、高橋の師匠がこんなことやってたなと、うん、でお客さんから話が来た時に、うん、気がつくかもしれないし、うん、なるほど、うん、気がつかないよな、この下地処理 の、 あのやり方あの違ったらね、うん、こっちのが重症なわけだもんね本当はね。でもこれは塗装の範囲中からはガラッと外れるわけだ、これはね、うん、塗装 の、 あの分野の仕事じゃないんだ、うんうん、穴まで開くと、うん、